福山おさるです、えー、雨の被害日本列島の幅広い地域でですね大雨の被害に見舞われてしまいました地域によってはわずか1日で平年1ヶ月分の雨が降ったところもあったという情報も入っておりますメールが届いています佐賀県の騎島郡まっちゃん24歳女子 先週8月14日、佐賀県は大雨の被害で不安な夜を過ごしていました。私の家は幸いなことに無事でしたが、隣町の祖父母の家は床下浸水してしまいました。家から外を見るとすぐ近くまで水が来ていてとても怖かったです。町全体が使ってしまっているところもありました。添付している写真は家の近くの国道です。 2年前にも佐賀県は大雨で甚大な被害が発生しましたが、今回はそれを超えるような大雨でした。そんな時にふとつけた地底人ラジオ。佐賀のリスナーとの電話トークが面白くて思わず笑ってしまいました。ラジオから聞こえる福山さんと総議さんの声、ほっこりできるようなお話。その時間は少しだけ大雨の不安な気持ちが癒されました。ありがとうございました。いやとんでもないです。ラジオの力を改めて感じました。 これからまた雨が降って被害が拡大するかもしれません。そしてこれから復旧・復興作業が待っています。前回の大雨の時は他県からもたくさんのボランティアの方が佐賀に来てくださり、作業を手伝ってくださいました。今回はコロナ禍ですが、私もできることがあれば積極的に行動に移したいです。佐賀の皆さんが一致団結してまた元気な佐賀を取り戻したいと思っています。 福山さんいつか佐賀に来られる時は最高の佐賀県でお出迎えしますぜひお待ちしていますありがとうございます力強い言葉あの写真いただいておりますもうねあの浸水しています僕もあの六角川周辺の被害の状況というものはニュースで見ましたけれどこちらも本当に大きな被害ですね国道二百七号線がですね 水していますね水でも中央分離帯のところまで、まあ、植栽があるんですけど中央分離帯のその辺りまでいや救助活動されてる方排水作業に従事され,たされている皆様本当にご苦労様ですあのー、復旧作業でも結構怪我が出やすいとでボランティアの方でもね怪我しやすい状況というのがあると聞いておりますくれぐれぐもご安全に よろしくお願いいたします。さあ、そんな中、えー、我々知底人ラジオ、今週も放送させていただきます。少しでも皆様の気分転換になれるような1時間半になればと思っております。よろしくお願いします。地人ラジオええー、福山でございますけど、夏真っ盛りでまあ、夏バテなんていう話もね。よく世の中では聞きますけど。はい 夏バテってしたことありますその夏バテっていう例えば起き上がれないとかそういうことですかいやわかんないっすあの<ど>よく聞くじゃないですかどっからが夏バテ夏バテとかあと夏で夏バテしてて食欲がないとかそれないですね一回ももう食べたくないとかってないですねないよね今までの人生で、まあ、もちろん二日酔いで食べたくないとかそういうのはあるけどでもなんかこう夏でもう暑くてバ,バテてって いやなんでその話してるかっていうとね、うん、まあ我々も52ウ基さんが53ですよね、はい、まあ十分にその社会から阻害されそうな <laughs> そういう好きですね<の>なんか阻害される数に恐怖してるっていうその,、うん、あの十分その可能性がある年代になってきてやで,、ね、でやっぱ健康と、はいえー、社会とちゃんとコミュニケーションを取っておくことが大切なんだと思うんですけどの健康っていうことに関して言うと 食事ですよねやっぱり大切なのは幸福キッチンもやってるんですけどそうですね特に今はね福山さんはもうはいで僕あのー、久々にプロテインを飲み始めましてやっぱり映画でね湯川教授やるからということでうんあのー、ちょっとお腹空すいた時にさっと入れられるエネルギーとしてタンパク質 必要だなと思って以前からもでもちょっと空いたらなんかプロテインバーだったりそういうプロテインソーセージみたいなのっサッて食べてましたよねなんかね。それは変わらずです,ですけどね。やってるんです、ね、うんジムのトレーナーの方にお話を伺うと僕の体重で筋肉量だと、まあ、理想は1日 200g ぐらいのタンパク質を食べてほしいって話なんですけどこれは前もしたと思うんですけど1日 200g のタンパク質っていうと大体。 マグロロにして1キロぐらい食べ物から取るのはちょっと難しいって,っていで、ね、それはちょっと難しいので,で、ね、なのでまあ途中でそのプロテインを飲んでるんですけれどそれプロテインシェイカーに入れて溶かしたやつ飲んでるんですかそうですね<ー>まあ今もあのちょっと収録の合間に一杯ぐいっと飲んできたんですけどもさっと姿が見えないと思ったらそんんなことやってたんですか僕が姿が見えない時っていうのはプロテインを摂取してると思ってもらって大丈夫です <laughs> <laughs> あえてて見せるももんででないいからっていうことですそ隠れてトイレかプロテインかどっちかっていうあさっき確かに姿見えないと思ったらトイレにも行ってたからその前にプロテイン飲んでたわけですよねかそうですねプロテインを飲んだらちょっとなんか尿意を催したんで <laughs> <laughs> あれでも打ち合わせもしてましたよね打ち合わせはまあそうですね打ち合わせというかもうほとんどその日常会話のようなものですからね打ち合わせっていうのがいやだってそんないやー今日は暑いねぐらいは言うけど いやこの間さこんなことがあってあんなことがあってさ国のテレビ見てたらこんなことあってこんなテレビがあったんだよね見てるみたいな会話はないですよ。ないですかないよね DSP ね。ない,ねないんですかでもういや逆に福山さんがしなくてもそういう,こう話をして盛り上げるのがこういわゆる。 あのマネジメントのた役割なんじゃないんですか、それは DSP さんも。あ、そうなの？そういう風うに盛り上げてくれるの？いつまでもクーラーボックスから普通の机になんかな <laughs> り上がってるわこれ。いやいや、なり上がったのかないつまに椅子にも座ってるし。あれ、ジベタだったのにこの間まで。評価、今年の評価ってのはもう出たの？今年の評価はあの六月に。あ、あそうなの,の？人事評価出たんですか？七月に人事があるっていう。 あ,あ,あったんですかあったんですか、うんうん、あったんですかなんかいい評価だったんですか頑張ってるねってあのもう頑張ってるねっていう評価はちゃんと会社にはしていただいた <laughs> と思ってますそれによって少しお給料上がるとかってあったんですかそれによって少しお給料上がりますあ,あ、上がったんですか <laughs> なんでそれ言わないの <laughs> 俺たちにほら 知らないうちにしれーっとなんか椅子に座ってこう机を使ってなんかパソコンが高い位置にあるんですよ、なんかいつがお給料上がったっつってなんで俺とそうちゃんに教えないのそんなことこそ言うべきなんじゃないんですか、なんかこう、うね、ここで質問で聞かれるまで言わない、<laughs> 口を割らないっていう、なんか、<laughs> <laughs> なんか後ろめたいことでもあるのかなみたいな。もっとこう急カーブがあったときは、ちゃんとご報告したい例えば、ポジションが完全に役職が変わったりとか、役員クラスになることね、どうすればなれるんですか、福山さん、知ってるんですよ、なり方を。 ズバリ言ってもいいズバリ言ってもいいあこれ多分ね DSP さんに来て向こうの方にいるダニエルさんとかに向かっても話しかけてますよ今 <P> 偉くなり方 DSP にもダニエルもみんなに言うけどズバリ言ってもいいお<あ>だったらアミューズで偉くなるんですか上に可愛がられるんだよですよねですよねいやだってねだってね聞いて、はい、ある、はい、ある大手企業の、はい もう今もうあれず本当に役員やられても何年も経っててあまあ誰でも知ってるような会社ってことですか、ね、もう誰でも知ってる会社の方がまあおっしゃってたけど、はい、リモートワークしてるあの姿を家で奥さんに見てもらいたくないんだとうんうん言ってるわけうん、うん、まあそんなね会社でねヘイコラヘイコラもう上に俺よりも上の人間にヘイコラしてる姿なんかそんな見られたくないじゃん家族にもあの奥さんにも子供にもとあその人が言ってたんですよ、ね、その人が言ってるね。はい そそうななななんんですかそんなすからるる必要なんじゃないですかって,ってもうだって役員だしもちろん、ね、トップじゃないけどね、まあ、でもまかなり上のいやもう相当上なんでそんなへこらしなくていいんじゃないんですかって、えーうん、何言ってんだよ福山とサラリーマンっていうのはなとにかく上の人間に好かれなきゃいけないんだと俺が何を気をつけてるか <laughs> どうやったら可愛いいなって思ってもらえるかだよって。 上の人間にこいつできるなとちょっと違う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 こいつかわいいなあこいつやるなと思われると逆に潰されたりすることあるってことですかじゃいや総理さんこいつできるなこいつやるなはそれは決勝のスタートラインに立ってるだけそれはファイナリストになっただけ予選を勝ち抜い予選を勝っただけそれはここからが本戦だぞ本戦でメダル取るには かわい,いなって思われなきゃメダルももメ <laughs> <そう S 2> メダダルルの方も <laughs> メダルはもうかわいいなの領域です,すただ単に足速えなだけじゃダメだとかわいい足の速さしてんなてあ,あいつ可愛がりたくなるなっていう,うそ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 うっていうふうにおっしゃってましたよその方確かに島工作を呼んでも大体可愛がられてるもんずっと可愛がられるしかも飛び越しても社長とかも会長とかに可愛がられてるから いやもうだから僕、ある会社の方のトップの方の関係を見ていて、う可愛がってるもん、やっぱりもういつもそばにいてほしいみたいなのよ。ほら、やっぱりある種会社のトップっていうのは、イノベーターでもあるわけですよ。そのね、道なき道を切り開いて会社をでかくしたっていうね。発想力発想者で、その人がね、一緒にいて居心地のいい人。で、なんか、 例えば今こういうことを思いついてるんだけどこういうことってビジネスにこう使えないかなうちの会社にっていうことをパッとメモしてあ会長するってこういうことですかもしかしてずっと会長が昔からおっしゃられていたこういうことを今おっしゃってるアイデアに落とし込んでいこうっていうふうにされてるんですかそうねそういうふうにもつながっていくよねみたいな心心地地いいいいですね心地いいんです打ててば響くっあそこでメモしながらあ それなんか他の会社でもすでにやってるとかありますよとかってなんかそういう嫌なこと言ったりとか何それがどんだけ仕事ができても <laughs>、はあ、からそれが正しい情報だったらそんな嫌なこととか言ったりとかこう<の>してくるやつはやだからその正しい情報をどうかわいく伝えるかですか、ね、かわいく伝えるかって、ね、あこれ会長ずっとやってるなほ他の会社やってるしすでにそれ、うん、うちの会社がやると二番煎じみたいに見られちゃうなって、ね、その,そなのねあ いいですね。会長さん、前からおっしゃられてたことのこう。まさに今具現化されようとしていますね。<ー>ちょっと僕もそれについて情報をちょうど集めてたところで、あの他社もそれをやり始めてるんですよ。<ー>で、他社がこういうことをやり始めてるんで、僕としてはそのその他社のアイデアにさらにこのプラス。 した考え方ややり方を含めて、またさらにエッジの効いた方向に持っていきたいんですよね。みたいにこう打ち返すとか心地が異端なる。ゴマすりだとこ。いつ話聞いてんのかな？と思聞いてもちゃんとこう。自分に有益なことも教えてくれたりして、しかもそれが自分の言った手柄になるのお前いいね。お前可愛い,いじゃないか,かいいなっていう。そんなことはちゃんとやっているのかな？dsp さんはやっあれ可愛がられて大丈夫ないのかな？上の人に <laughs>。 あのねうちのチームの特徴はね俺はもう DSP のこともダニエルさんのこともねイースト君みんなかわいいんだけどみんなちゃんと見てますよねなんかねみんな可愛いどうかな頑張ってるか笑顔がねかいみんなかわいい猫かわいがりしてんのにどうもね会社の上の人にかわいいと思ってもらえてない可能性もチームが浮いてます大丈夫ですチームが み,みんながだからちょっと可愛がられてほしいのよ僕としては会社から福山チームのみんなってなんか可愛いよなっていうそうそう思われてほしい <laughs> ね一緒にいて心地いいかどうかっていうのってあ心地いいが大事なんですよね うん可愛いからの心地いいだよね心地いいからの可愛いかもしれないけど <laughs> いやまず、まあ、どっちでもいいのかもしれないけ,いいけ、ね、なあるんですかねどいや形こそ違えど僕はもう飽きしさがとても可愛いそうですかうん心地いいあのい今日も今日も髪型可愛いなと思って見てたよクリクリしますよなんかねクリクリしてて可愛いなと思ってうですか あはあ、確かに愛玩動物を見る目でたまに見てる時あるなと思うんですけど <laughs> <laughs> いやそう口さんも小原さんも今波さんも可愛いよいすよ、ね、本当ですか福山さんもそれやっぱり心がけてきましたやっぱ俺もか可愛がられななきゃいかなとか特にやっぱりリスナーの方やファンの方には可愛がられたいよねあファンの方にかあがめたてまつられたいじゃないんですねじゃねいやもう全然可愛がられたい崇拝されたいといや全然。 はあ、かわいいな、まシャ今週もって思った藤井はぁ、あ、<laughs> <laughs> もう可愛がりされたいっていうファンからかわいがられたい、はあ、それやっぱいくつになっても変わらないっていうね、そうだねあでも確かに、なんか先輩、大先輩のアーティストの方々でもかわいいですもんね、その海外の方も。この間も FM の番組でチャーさんとお会いしたお話したけど、はい、超可愛かったよやっぱなんか、やんちゃというか、いつまでもなんかこの。うん 見ててなんかこうこっちも微笑みたくなるにっこりしたくなる泉谷さんもめっちゃ可愛いからね泉谷さんもそうですよね桑田さんも可愛いまよ確かにねええ面白いしかわいいしかっこいいっていうねそうこっちから逆に年下でありながらも可愛いななと年下が思ってしまうっていう可愛いいっていう言葉が意味が広いので要するにそのチャーミングっていうかね そういうところですよね。何の話からかわいいの話になっちゃってる。わかりません。<laughs> また今週も一番最初が何喋ってたのか全熱いなだって言ってましたけどプ。プロテインだよね。<laughs> <laughs> プロテインからだ。そうだそうだ。夏バテの話でたそういえば。そうそうそう。夏バテしないなって話だったんだけど。<laughs> けど失礼しました。いやまあだからちょっと夏バテの話に戻るけれども、はい、やっぱりねそのちょっとだけこうそのかわいいの話にずれちゃったんだけど<ー> やっぱ筋肉って大事ね。<laughs> 話があっちこっち行きますけど。いやいや。で大ですよ。やっぱね、あのどうしてもただ痩せようと思ってただ食わないとか何に運動しないとかになるというもうますます体がねうんバテる方にいっちゃいます。いやだから運動してない人生だったら俺どうなってたんだろうって思うもん。その可能性もあったわけですよね。あったあった。ぼ俺だってジムでトレーニング始めたのって三十なってからですからね。全然早かないですよね。うん、<laughs> 最初はね筋肉って何のために必要 もう見せるためとか見栄えのためだけに必要だって思ってたんだけどもう筋肉とともにまあそれは僕そんな武田真治さんみたいな筋肉じゃないけどでもまあ少々筋肉はあってその筋肉とともに生き始めてやっぱ筋肉のおかげで随分助けられたねそれはだからアーティスト活動の中ででもも役者そうですね。ある程度の 筋肉量を維持できたままだからこそ今日明日ライブ本番一本やってくださいって言われてもできるんですよだから年末なんかでやった時はねぐぐっとこ,うこの短い期間に結構な数の本数をやってもな何とか乗り切れるっていう、うんうん、そうですねそれでちゃんと寝ればこの筋肉のおかげであの回復も早いんですよねうん、うん、代謝機能が上がってるんでうん、うん、だからまあそのためにプロテインって必要だなっていうのと やっぱこの50代の目標がやっぱり僕もありますから必ず、えー、ベンチプレスの100キロが一発上がるいつでもどんな時でもベンチプレス100キロ一発上がる体を50代はキープするっていうとりあえず50代はそれを目指していくていう、ね、そう上がる時と上がんない時があるのよ今でもやっぱ目標があるっていいね そうですねでもそほらまさにその上がるか上がらないかぐらいだからより頑張れるっていうねでもこれはでも分かってるんですよ体重なんですよ体重が1キロ増えると上がるんですよ目標があるっていうか目標があるって大事ですね未来への約束があるって大事ですねああそうですねウィアブロッはツアーそちらに向かってそちらに向かってその頃には僕も上げられるようになってるんじゃないかな 100kg そうかじゃ一旦撮影も落ち着いてそうちょっとだけ 1>, 1キロ2キロぐらい体重増やしてもいいかなと思ってるんでだから70キロぐらいまでいってもいいかな、はい、かそうしないととさあやっぱりね体力勝負でしょうからね、はいはい、もちろんあのシェイプはねシェイプはキープしながらなんかふっくらした穴にはならないだって結構皆さん超久々に見るわけですからね超久々に見てだって去年リアルに見てないわけですからねそう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 いや<面>去年ともう2年ぐらいだからリアルってないわけですよ だから毎年普段はね年末には見てたわっていう方でも全然見てないわけだからちょうど2年ぶりぐらいになるわけですうわそこでふっくらしてハンバーグになってたらダメでしょうハンバーグ師匠はふっくらしてるわけじゃないけどそういう状況になってがっかりさせないように今からも順調にいやもうちゃんと1キロ2キロのその間をうろうろしながらねはい重ねていきます夏を乗り切りますはい さあ、えー、パラリンピックがスタートしますね24日からねそうですねまたこれも楽しみですね,ねこちらも見たい私もそういう観点で、ね、もう本当に皆さん1キロ2キロの体重の部分でこうパフォーマンスって変わってくるんだろうなっていういそういう観点で見ながら楽しみたいと思います地底人ラジオはててのアスリートを応援していますでは今夜も行ってみよう福山雅と地底人ラジオ」 さあ君待ちリクエストのコーナーです東京都のふみえちゃん聞いてる放送局は渋谷のラジオです36歳会社員女子えー、ふみえちゃん渋谷のラジオでお聞きのあなたこんばんは、うん、あの夏も海も空もリクエストしますお、福山さんの歌の中で一番大好きな曲をぜひラジオで流してくださいああそうなんだ一番好きなんだありがとう この歌の中に出てくる男性と女性のような恋愛は経験したことないけどライブで聴くと必ず感情移入してしまって涙なしには聴けない曲となっています。またライブの時に「全部ここにあるよ」の歌詞の時に拳を作って胸を2回叩く動作が好きです。 未来への約束本当にありがとうございます福山さんにお会いできることを希望の光として生きていきます未来への約束最高ありがとうございますもうほらねちゃんとメールアドレスにも私の楽曲のタイトルが入ったりうこうやってね皆さんのメールアドレスにね僕のこうイニシャルとか名前とかが入ってるのを見るとね本当にね 可愛がってもらえて、なんて時間。可愛いなじゃない、今日はね。可愛いな。で、例えば、ほら、自分のメールアドレスにさ、自分の飼ってる。犬ちゃんや猫ちゃんの名前入れたり。ありますよね。もう。そういう状態で、可愛がってもらえてんだなって、もっと嬉しい。可愛がられてる方です。愛玩の方。愛顔されてる。そう、愛されてるだけじゃない。愛顔の方。感されてる。そんな感じです。じゃあ。フミヤちゃん。フミヤちゃんの。 欲しいものは全部ここにあるよ。地底人ラジオにもあるよ。<laughs> あの夏も海も空も。地底人ラジオ。メールでやっております。うん、ええ、ところね、ようこさんですね、うん。はじめましてとか。初めまして。先日の地底人ラジオにて福山雅治さんが。あ、この車両、電車のね、あの修、ー、理でキハ。うん。 これ6667でしたっけ66と67、ね、の車両保存をしたいなーってね、うんで、それで車両の購入代金はじゃあ、もう自分,がで自分が出すからと、うん、ただやっぱり管理ね、あと土地、それ置ける土地持ってる人っていないかなーみたいな募集を、えー、したいなーなんていう放送を耳にし、今、メッセージいたしますと。当方、うん、の知人が、うん、長崎市内、東長崎地区の、これなんですか、間の瀬ですかね。うん、に お弁当屋さんを開業する予定がありますと土地もすでに購入済みですえ現在この地区では農業をする人が年々少なくなっていて過疎化が進んでおりぜひ地域の活性化に一役買いたいとえ思っておりますとねえもしもねこのメール採用いただけた時には長崎県民の皆様がくつろげる憩い恋の場にしたいなという気合いも十分ですとぜひ福山さんのお考えに賛同したいなと思っておりますと。 ぜひえ、JR 九州様にもお話ししておりますのでって書いてあるんますよ、この陽子さん。<laughs> みんな全力で走り出してますね、これね、うんえー。ご連絡もいただければと思います、よろしくお願い、もう本気ですよ、これ。お話ししておりますのでっていうのか、どのレベルで進んでるのかっていうの,が、ね、自分のとこを。ださいだって大木、大儀福山さん払うつってますから、払うって言ってますから、大儀 <laughs> 福山さんが払いますから。<laughs> えー、はい福ますよ、はい。はい、えー。動くのはここ置いていいんですよっていう、<laughs> はいもう一枚。もう一句があるんですね、うん、読ませてください。えー、っと、これは、長崎市の、えー、あ NBC ラジオ、マサキン担当、古田沙織さんです、アナウンサーの方。プロですね。ね、NBC のね、<laughs> 有名な、福、えー、山さん、こんちていじんって,って、ね、いつもお世話になっておりますと。 いえいえ、もう本当、さおっちゃん、さおっちゃん、ありがとうね,ね。NBC 長崎放送ラジオパーソナリティマシャキン担当、古田沙織ですと、この番組でもね、話題になったことありますよね、うん、福山さんが先日、地底人ラジオで、6月末で引退したキハ66と67について、買えるのっていうね、うん、買って置いとくとこあって、長崎の融資一同みたいなね方々が管理してくれるなら、車両の購入と土地代は自腹でいいっすよと発言してくださったことで、うん、 今、長崎は大変な盛り上がりを見せておりますとあら本当にありがとうございますい,いやい,やいやもう、もうなんか、なんか規定事項みたいなもちろん NBC ラジオでも改めて話題にさせていただき、うん、長崎県にとってこれは、ね、もうとってもこう絶大な経済効果も見込めるビッグチャンスだと、そこまで <laughs>、えー、ビッグチャンスだと考え、うん、どうかこの話を実現したいという機運が高まっておりますと。うん 特に SNS では全国のマシャファンはもちろんですが熱い鉄道ファンの支持も得てそうかな鉄道ファンからしてもこれやっぱりなんかこう珍しいというかそういう車両なんですいやいや、ね、ててっちゃんの世界はそんな簡単に踏み込んじゃいけない世界ですよここ気軽にはね、うんえー、まあでもね支持していただけるのはいいこと、うんえー、異様な盛り上がりになっております、うん、マシャ金担当の私としても、まあ、長崎融資一同の先頭に立たねばと うん、指名関西抱き、日々勉強中です、うん、お気づきかもしれませんがあのキハ引退後は、えー、福山さん、ぜひ買い取っていただき、まあ、将来的に福山雅治ミュージアムにその車両を展示してほしい、うん、これ、俺が死んだ後の話ですね、これ。しかもその車両別に運転してたわけじゃなくて買い取っただけですから、これ、買い取るにしてもね、えー。というメッセージを出した長崎市の、えー、沙織さんね、39歳、あこれは私でしたと。 <laughs> これ完全にトラップに割られる普通に乗っかってしまいましたねこれねいやーこれ無謀かなーとも思いながら発した願いでしたが福山さんの心強い発言をいただき各方面からさまざまな情報やアイディアが集まり「にゃんとかせんば」とたきつけられている毎日確かにこれネットニュースになってましたねこれ記事のタイトルがまたいいですねこれ。 本物の記者購入かって書いてあります。あおるね,ねえ。えー、長崎のキハ6667系、車両代、土地代、自腹でいいですよって書いてあります。これ、しかもあの、ニュースの元ネタがですね、乗り物ニュースっていう。ねぇ<え>。ね<え>だからそれはおそらく、その世界の構図家の方々がよく見るサイトなんじゃないですかねえ でしかもまあ、ねあのー、そのニュースがまあ普通に書いてあるんですけど、そこがやっぱり乗り物ニュースだけあって、後半の盛り上げ方が、実現の可能性は車両代はいくら過去にそういう購入した例ありって書いてあこれ、いくらかっていうと、JR 九州にまあ実際聞いたら、近年、引退車両の譲渡は、あのーまあ、実際やったことがある、ね、自治体なんかで。うん えー、ただ、車両で、まあ、昔だからそアスベストがあったりそれを除去したりとか、うん、運搬費は必要ですが車両代は、うん、まあその例に関しては無償だった、まあ、ただだったということはじゃあちゃんと手入れできるかですとそうですすそうね、えっと、これに関して僕もさまざまなそのツイートを見させていただいたんですけれども。はい やはりさっきも言いましたけど、鉄道の世界っていうのは、非常にこう、マニアの,の方々の、ね奥,がねうん、奥が深い世界なのであの、その鉄道愛あふれる方々に失礼があってはいけないなと、まず思っていますいや、でも、ね、やっぱね、あの今のこのヤフーのニュースに対して、うん、コメント書いたり、ヤフコメが結構、マニアックで、すすごいですよそうなんですよ、僕もだからそのヤフコメを見て、見あのなるほどなと思って。だって福山さんとと鉄道といえば ドラマ「ガリレオ」の最後に湯川教授が鉄道雑誌701系の写真見ながら完璧な造形美だと称賛するシーンがありましたが鉄道ファンの間でもあまり人気のない形式の車両に興味を持つ いいいかにも変わり者の湯川教授らしいなって書いてあっててて書あ非常に危険な感じがするでしょ全く分からないもそのその,の感情がいや俺そのシーンのこと全然覚えてるけどでもその見方してたんだっていう<笑><笑>みんなそこでにやりあさすが変わり者の湯川だけあって701系かっていう非常に危険な領域だと思うんですよ<笑><笑>だから気軽にみんな集まれって言うと そう,そう分かってねえな,な分かってないやつらがっていう,ていう、ね、で僕なりにちょっとあのいろいろ調べてみましたでまず確認したところ、はい、そのいくつか指摘があったので確認したところお,おっしゃる通り、はい、僕が乗ってた車両は66や67ではなくって58でしたね。はい やっぱもっと前、ね、おそらく、うん、うんね、おばあちゃん、ね、年代的には。その畑に向かって。なので、六六六七が直接的な思い出があるかっていうと、うん、そこはちょっとまず。ずれてしまっているっていうのが一つあります。 この企画がね例えば実現していったとして、うん、鉄道ファンの方からすると、ね「福山の思い出の車両って本当に6667なの?」って話になってくるわけでそこ突っ込んでくる方いるっていうよだって俺れ2000年だって福山58でしょだってその前に東京来てんでしょだ五八58なのなんで66とか67にこうそんだけ近づいていっちゃってんのまだ <laughs> ちょっとまだんか鉄道ファンに向かってなんかちょっと可愛がられようと思ってるいや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 か素人が何か手出しちゃってない<あ>みたいな,まず,なまずそこは一つ。はい えー、僕自身は号八でした。なるほど。それとその保存状態について何がいいのかってもこう調べました。なるほど。いいのはやっぱり動体保存がやっぱりベストなようですね。動胴体保存。胴体保存というのはあの動いてる状態、<ー>いつでも動かせる状態。そのど胴体動く体で、ね、そうです。胴<ー>体保存と生体保存というのがあるんですよ。ああ生体は生体は動かない状態っていう。 たまにあるじゃないですか、SL 走りましたみたいなある、ね、でそれは動体保存なんですよ、実際に動く状態で保存している、<ー>でその場合は、はい、おそらく地方の、その実際の鉄道会社が管理してないと、動体保存というのは多分難しい、うんうん、個人では難しい個人での動体はちょっともう無理でしょうね。だってもうこれ、またヤフーのコメントなんか、オーバルコースとかを作って走らせればいいんじゃないですかって言ってる人が相当巨大な話になるでしょ、それって。そこは で走らせたらいいんじゃないですかなのでまず動体保存にするためには JR 九州さんとの本当に協力でやらなければならないな、うん、で生体保存をするにしてもあのアースベーストの問題があるんでその一回ちゃんときれいにしなきゃいけないっていうのもあって生体保存も大変なんですねこんな旅行に行っなんかサビとの戦いですよとかって書いてあのだから屋内 補完じゃないいと難しのでいくつかそういうその超えなければならないハードルがあってそれでもやるかやんないかっていう議論をまずこの「知的人人ラジオ」では展開した方がいいと思うんですよ。もうなんかもう買ったことになっちゃってるけどちょっと待ってともうちょっと待って実際できるかどうかちょっと待ってね。うん、あのやっぱこういうのってあの何でもそうなんですけど、うん、この前も言いましたけど保全保存 いわゆる維持していくことが大変なんで、うん、僕もそれはなぜそのことがまず頭にパッと浮かんだかっていうと、いすずジェミーにあるじゃないですか、ねうん。ああね、言ってましたね前ね、うん。ジェミー ZZ に ZZR、うん、僕が東京に来て初めて買った車で、うんうん、まあその車が、えー、オーディション、アミズのオーディションの最終日の時に、アミズのオーディションの最終の連絡が来なくて、その車に乗って奥多摩でもドライブに行こうかなと。 思って車乗ってドライブしてたら国道16号の横田基地の前でマフラーが落ちてそれを拾って、うんえー、自宅家に持って帰ってマフラーつけようかなってしてたところに電報が届いて、えー、オーディションにすぐ来てくださいっていうことで行って今のアミューズに入り地底、えー、人ラジオに至ると。 途中で間はちょっと飛ばしましたけどいろんなことが今まあでもやっぱり幸運を運んできてくれる車そう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 いうこと幸運を運んでくれた車なんででなんとそれと同じ車が NHK さんで僕が音楽特番をやった時に見つかったんですよジェミに本当に同じ型で状態も良かった元気に走るで買ったんですよ買ったけど乗らないから 僕の友達が乗ってるんですよ。車って乗らないとね、どんどん悪くなっちゃう。乗らないと悪くなるし、乗ってても、<laughs> あの、まあね。結構な維持費がかかってるんですけど。まあまあ、古い車ですからね。だから、動態保存してもらってるんですよ。うん生体保存してるバイクもありますけどね、一台、四ホア。でも、それも本当、切符のしは良くないっていうね、多分エンジンとか、ねうん。だから、定期的に半年か一年に一回ぐらい、あのバイク屋さんに来てもらって、整備してます。 生体保存だけど乗、まあ、乗ろうと思えば乗れる動くっていうその大変さ分かってるわけですよだから自分の車とバイクで。うんうん、なのでいざこんな電車、まあ、長崎では汽車ってうんですけどうん、うん、電車は路面電車のことを言って長崎ではこのトレイン鉄道ディーゼルカーなんだけど、まあ、汽車ってうんですけど、うん、このキハの66とか67とかって巨大ですから、まあ、置く場所もそうだしどういう状態で保存するかもそうだけどそれをきちんと。 議論した上でえで、ー、方向性が決まるんであればあの問い合わせてみてもいいと思いますけど、うん、まあそれよりも先にまず廃車される前に車両の押、えー、さえだけしておきたいんで JR 九州さんに問い合わせてちょっとこういうことをやりたいと思ってるんで廃車するの待っててもらっていいですかみたいなことをするかどうかも含めて、うん、まず地底人ラジオ上で地底人ラボとして今までこれこういろんなこと言ってたじゃないですか開発しようとか。 なんか企画で街を盛り上げようとかねそのネットしてくれてるネット局を盛り上げる町おこしみたいなことがクリエイティブでできないかみたいなことの一つとして議論をすするのは全然いいいと思いますコメントもたくさん載ってますけど気軽にやれることじゃないからそれそいう,そうちゃんと鉄道ファンにもそ<う>あそこまで調べてそこまで準備して取り掛かろうとしてるんだなっていうこう。 ご理解とご納得とご賛同いただけるような環境状況を含めてじゃないと簡単に手を出していいも物ではないなと思いますいやだからあのいや偉いなって言いながらもただこれ福山さん最初お金出してしばらくはいいだろうけど彼がこの世を去った後にとかいろいろ心配してるんですよそうよその後その車両は誰が見ていくのかみたいなことまでずっと書いてそうんかね40年後50年後どうするのかみたいなことそうまあただ何かその 街の盛り上げとか瞬間的な盛り上がりじゃなくってちゃんと持続可能な町おこしっていうのが僕とても大事だっていうふうに思ってるんですね。うん、例えばま京都なんかそういうのが上手ですよね。うん、お寺がいっぱいあって、あの,ね、あの町屋なんかもね、うん、ありますしね。例えばね。だからそういうこう持続可能な街の盛り上げになるような展示の仕方。 まあ車両を生体保存して屋内で、まあ、単に保存するだけじゃなくてその中,中も見れて、うん、その周りで車両を眺めながらあーちゃんぽんが食べれるみたいなことを、うん、結構広いけどねその場所はね、うん、それまあそういうこととかまあ胴体保存してもらって年に1回ないし2回もしくは四半期に1回ぐらいその、まあ、私の歌で手前味噌ですが。 弓なりの線路を走るキハっていうのの撮影会があるとかなるほどそれで全国から集まっていただくとか<ら>鉄道ファンの方もね,ねなんかやっぱこうどう展示してどう維持していくかっていうことがちゃんと方向性が決まってから購入しないといけないですよね、うん、これ別に僕が買いたくなくなったとかそういうことじゃないですよ。まあ、もちろん慎重にちゃんと、ね、慎重にそうこ進めてるっていうね。そう しないと鉄道ファンの方からやっぱりいや分かってないくせにそんなことしちゃって鉄道、まあ、このキハっていう車両がかわいそうだよねみたいにこう思われると我々の思いとも違ってくるわけじゃないですか。うん、だかまずその長崎で例えばその NBC の NBC さんのさおっちゃんの番組でこういうことがあるんだよねこういう話だったんだよねって福山はこういうこと言ってました。いい保存方法 をみんなでお話をリスナーの方や鉄道関係の方としてもらってまあ当然その廃車される前にやんなきゃいけないんで規範を抑えるかどうかっていう話もあるんでそこもまあ裏で NBC さんから動いてみるとか、うん、<laughs> これはもう個人でできることではないのでもう全員でやっていかなきゃいけないことなのでそんな感じじゃないですかね、うん。<laughs> まあこれはもうね、あのー、地底人ラジオを日本で一番最初にネットしてくださった NBC ラジオ、うん、長崎のねその長崎の NBC ラジオさんとの企画の一つとして、えー、街を盛り上げるということでね何かできないかなっていうことの一つのアイデアとして始めるのはいいと思います。でやってみていや違ったねこれじゃなかったねってなったらまた何か違うアイデアを考えましょうよ街をこう盛り上げていくっていうの じゃあ,あ聞いていただきましょうかね、さて、この地底人ラジオの、まあ、準レギュラーの出演者といえば、月刊、はい、ムー、ね、雑誌の編集長、三上編集長、三上さんですよ、もう。まあここ最近、やっぱりどうしても、ね、やっぱりその三上編集長が準レギュラーで出演してるからなのか、やっぱりそ不思議体験をしたというメールがたくさん来るようになりました。は <laughs>、えー、はい、はい そあのいわゆるはそういう界隈の方からもこの番組、注目されていると、はい。来ましたね、何ですか、えー、これ福岡の方ですけども、リスナー、うんえー、トムさんっていうね、うんえー、職業サラリーマンダンサー、このへから不思議が入ってきて、ね、サラリーマンダンサーなるものは、ははそれは何かこう、仕事で何かこう、サラリーマン的に踊ってらっしゃるっていう。芋い坂係長みたいなでもく <laughs> くっつかないものがくっついちゃってるってことですね。「イムハライザ」と係長くっついてるっていうね。<laughs> うんえー、49歳男性の方っていうね。はい、RKB 毎日放送で聞いていただいております。RKB 毎日放送でお聞きのあなた、トムさんこんばんは、まあ。少々話は長くなりますが、うん、僕の優体離脱体験を聞いてください。はいはい、中学生になって友達借りた漫画 後ろの百太郎に魅了されなる、ね、猛烈に霊界に興味を持ち、うん、守護霊様に憧れを抱いておりましたそのコミックの中には作者の角田二郎先生の体験記が載っており、うん、守護霊との交信方法というのが書いてありました、うん、まあそれを読んだえトムさんは、えー、その夜から、うん、ちゃんと体を清め、うん、毎日実行いたしました、うん、<laughs> 初日<に笑> これ福山さん、なんか似てますよね。似てますね、福岡と長崎、違いますけどね、うん、初日は何も起きなくても、あ当然、だめか、うん、と諦めていた翌日2日後、うん、まずは人生初の金縛り体験しし、お<ー>それから月日は流れ、うん、毎日起こる金縛りにも慣れてきた中二の11月、うん、夜11時ごろ、ついにその日が来ましたと。お その日は珍しく僕の部屋に母と弟がおり弟は僕の机で勉強母はこたつで熟睡僕も同じくこたつで寝落ちしかけたその瞬間急に辺りが灰色になり黒い渦がぐるぐるーっと巻き始めましたとねでその渦に吸い込まれた次の瞬間僕は自分を見下ろしておりました <laughs> <laughs> 瞬時に これが優待離脱かと判断しできるとは思っていなかった出来事に感動感動してうわやったーって感動する俺もそうなったら感動するよ多分ねえそこで部屋のベッドに向かって爆抽などをしてまずは楽しみました余裕あるな爆抽くるくるくると15分ほど部屋で楽しんだ後に漫画に書いていた貴重なことを思い出しました、ね、重要なことをね角、ね、田二郎先生書いていたね重要なことを思い出した 長時間幽体離脱をし続けていると、うん、魂ってほらおっぽがあるじゃないですかっ、ね、<laughs> おっぽがあるじゃないですかってけてるね,ね <laughs> 魂のおっぽが細くなってしまい、うん、もうそこがプチーンと切れて、うん、そうすると現世に戻れなくなる、うん、あで「注意するように」と角田先生書いていたっていう、ね、ははっ注意事項があったのね,ねおっぽ切れると戻れないよっていうね えー、僕は急に怖くなり体に重なるように戻るぞ戻るぞとしましたがなかなかうまく重なることができずこのままでは死ぬ死ぬと焦りまくっていたそこで守護霊様肉体に戻してくださいと念じるとまた急に辺りが灰色になり、うん、黒い渦がぐるぐるぐるっていう次の瞬間と目覚めました、うん、あまりの奇跡体験と安堵に声を上げてうわーっと叫び 急に目覚め大声を出す僕に弟はびっくり母も目覚めましたこれが僕の優体り出す体験ですと今では例を感じることはなくなりましたが自分なりに貴重な体験ができたと思っておりますという,うまあ49歳の我々と同年代子供の頃ってことだよね中二ですね<ー>、えー、でこれに関しての,その三上編集長の見解が届いてるってことリスピーさんはいお話を伺ってきましたまた忙しい中また電話かけちゃった すごいね、もうべったいだね、もう。本当すみませんね、本当もう。三上さんと。ここも断りづらくなってる、絶対に。DSP のね、もうこの密月といいますかね、癒着といいますか。編集長にはかわいがられてます。あ、そうかも。ムーン編集部に入ってしまう可能性。かわいいって思われてるかも。いつの間にかわいがったり副編集長になってる可能性がありますよね。だって俺たちお会いしたことないもんね。リアルはないですね。リアルはね。DSP さん。 ねすごいね、ちょっと聞かせて。はい、では、月刊ムー編集長の三上武春さんにお話を伺ってまいりました。編集長よよろろししししくくおお願願いいまますすリスナーの方から、実際に幽体離脱を体験したという方がやっぱりいらっしゃるということは、今からでも福山さんが何らかのトレーニングをしたり、まあ、もしくはこういろんな条件が偶然一致することによって、幽体離脱をすることは可能なのでしょうか。 そうですね、これ、実はですね、この幽体離脱、もしくは体外離脱の研究所ってあるんですね、これ、アメリカに、<laughs> はい、これ、問答研究所というところ <laughs> んなんですが、ここで実はその幽体離脱をするための方法というか、メソッドを開発してい <laughs>、はい、<laughs> これ、名前をヘミシンクっていうんですけれども、はい、いわゆるうん左右の耳にですね、別々のちょっと違った周波数の音を聞かせることによって、この。 離脱を促すすというシステムなんですねこれをヘミシンクっていうんですけども、これを使ってトレーニングするとかなりの割合で、その勇体離脱ができると言われてますね。はい、一度勇体離脱、海外離脱を経験すると、だいぶハードルが下がるというか、はい、一度できたら、どんどん次回からもできるみたいな、はい、まあいわゆる自転車乗るときに初めて乗れたら、もう次からもう、 そういう形になるんですね、はい、この書かれている長時間幽体離脱をすると魂のほが細くなり切れて前現世に戻れなくなってしまう危険性があると長距離移動というのは可能なんでしょうか 離脱した場合には、そこまで心配する必要はないと思いますけどね。なるほど、でも、このヘミシンクという方法を取れば、流体離脱が成功する可能性があるというと、ね。そうですね。このぜひ、あのミュージシャンである福山さんにもね、はい、この音楽を聴いてもらいたいですね。はい。では、三上編集長、ここまでありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後に、最新のムーの告知の方、よろしくお願いします。はい、えー。発売中のムー九月号は。 UFO と UAP アメリカの機密情報を公開ぜひご覧になってくださいありがとうございますはい<ー>まあこれ今ね早期さんもそうかと思うんだけどちょっと今バットネットで調べたところ結構出てきますねヘミシンクってていうか普通にアマゾンで売ってますね売ってますね CD をヘミシンクですねでそれを聞いた人のレビュー見てると聞いた瞬間に浮遊感がみたいなことを思うちょっとこういうねあの もものも見つけました、えー、ロバート・モンローさんウィ,キウィキペディアのペ、ねはいえージ1915年に大学教授の父と、えー、内科医の母である学者の家庭に生まれアメリカ伝統的ないわゆる南部地方で育つ子どもの頃に高熱を伴う、えー、重篤な小高熱を患う成人になり 事業家として成功を収めていた彼が睡眠学習の研究をしていた42歳の1958年に体外離脱を経験するるようになるそれを機に体外離脱の研究を始めるそしてさらなる研究を追求すべく彼が社長として勤務する会社に研究部門を創設しその部門が独立1971年にモンロー研究所を設立すると。 結構いい大人になって睡眠学習の研究をしてらっしゃったんだって周りから見たら何やってるのか、ね、僕は睡眠学習機をもちろん買いました器用くでしたっけんで買いましたけどいや何って思っちゃったでもそういう眠りであるとかなんかその辺りにこう深いや私もだって昔今から考えたらもうしゃ社会人になって日本層のアナウンサーの時に、うん、眠る時に CD を 聞いてたんですけどその CD は、うん、なんか穏やかなヒーリングミュージックの裏に人間には聞こえない周波数で、うんえー、励ましてくれたり褒めたりしてくれる CD って聞いてましたよ何それあのだから何度聴いても音量上げても何,何も聞こえないんですけど人間に聞こえない周波数で、うんえー、なんかこうプラスのメッセージが入ってるって書いてあるんですけど何を言ってるのか全く聞こえないんで,よく分かんないんですよなんか実際ポジティブな気持ちになるの <laughs> でも普段からそんなにネガティブにならないんでよくわかんないんですよね,ね。<laughs> 俺の質問の仕方が良くなかった <laughs>、ええええ、そういうのを今思い出しましたよ確かに、うん、真面目な顔してそういうの聞いていたなと思ってヘミシンクいやなんかじゃああるんだったら僕買いますよ僕右と左でちょっと違う周波数それでもなんかちょっと気持ち悪くないのかな聞いてて位相が逆転してる みたいな感じのさ、音の聞こえ方ってそうか、だからそれはだから普通に聞くと気持ち悪い感じになるんでしょうね右手で違うっていうのねうフ今,今聞けますよえ、今聞けんの聞けんのえ<っ>あ、そうはい、じゃちょっと一旦 CM 行かせていただきまして CM の後に聞かせてください地底人バジオはい、ではその ちょっと聞き慣れない言葉なんですけれども、僕もそうさんも。そのヘミシンク。とやらがですね、一体どんなものなのか。ね。二人のパーソナリティが急に言うたり出しても、大丈夫ってこと、放送は。あじゃ、ちょっと。喋んなくなりますよ。聞こえする大丈夫ですか。流してヘミシンク。え、これラジオ聞いてるし、大丈夫かな聞、聞こえちゃって。あ、これ。まあ、いわゆるパッドっていう。 音楽業界レコーディング業界では言われてる音ですけどね、このブーンってうの、まあ。ヒーリングミュージック。これただラジオ聴いてる方に聞こえてないってことですかねも、まあ、流してるんですかねあじゃあこれで浮遊感を感じてる人もいるかもしれない。いや、浮遊感は感じますよ。そういう音楽だし、これ。<laughs> 確かに。あ、デー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 デ,ーデーとかでよそんなじゃないですもんね。んん浮遊感はもちろん感じるけど、なんかこのちょっと目を閉じてみましょうか。寝るぞ、絶対。 寝るぞ、ここ最近疲れてるから福山さん絶対寝るよそれやばいあこの声が全く聞こえてないからこれもしかしたら今 DSP さん写真撮ってるけど上になんか幽体が写ってるかもしんないこれエクトプラズムがあ上を向いてなんか <laughs> これ完全に完全に今幽体脱してるちょっと、ちょっと、邪魔しないでな <laughs> 今抜け出ようとしてるんだからいや,いや、だってラジオのパーソナリティーまずいでしょ、何も喋らずずっと上向いてるって。<laughs> いやっぱそれはだから、ええええ、実況はしてもらってもいいけど、明らかにこう、はい、いぶかしい感じじゃなくて、てもうちょっと本当にビュって抜けてるイメージでやってよ。ビュって抜けるんですかちょっと入るから、今ちょっと。今,今入るってすごいくよ。 でも右と左そんな違ってる感じしないですよ<と>展開はないのあんまりこ,こんな感じですね1時間ぐらい 1>, 1時間ぐらいこれがずっとあるこれで福山雅治ニューアルバム「<人>ヘミシンク」「<laughs> <laughs> アキラの後」のあとにまた変わったタイトルの「ヘミシンク」んだと思ったらこれがぽいよこれがずっと流れていてまあ喋るわけですよ頑張ってるねあそう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 ,そういつも見てるよ今日もよく頑張った <laughs> ちゃんと見てるから。<laughs> 大丈夫。だって、この同じようなメッセージ、ちょっと一時間これ。よくやった、ね。ほら。いつもありがとう。ほら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 。君がいてくれてよかった。っ <laughs> ほらほらほら。<laughs> もう本当に。僕は。君に会うために。生まれてきたんだね。いや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 。なんかだんだん激しくなってきますけど。さあ。うん、旅だと。いやいや、いか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 。いかいかいかん。 <laughs> 自分の過去の作品を切り縫いしてますけど大丈夫ですかこれはんか自分で自分の曲をちょっと <laughs> <laughs> いやこれ楽だなでしょ昔書いた歌詞を喋ってればいいんでしょで,し,ょでしかも曲もだってこれ鍵盤ピヨってねだけどすごいポジティブなメッセージを伝えるんですよさっきみたいにそうですね 全部君のおかげだよほら助かってる <laughs> 頑張ってるねほら見てるよほら行こう <laughs> 行こう <laughs> 一つになろうや <laughs> いやいややろうややろうやこれ出せるんじゃない <laughs> しかも。<P> 出せますよね。だってかこれすぐもう3日もあれば <laughs> これだから地底人ラジオレーベルからやったいや地底ラジオレベルからかあの普通にあのアミューズ通してレコード会社通して抜かかれるからユニバーサル通してやるとだってスタジオも。 ここだったらもうただみたいなもんでしょ自分の,部屋の中にやんなきゃという <laughs> そういう言い方やだな。でそこでキーボードを押してビヨーンってやるからみんなが言ってほしい一言を <laughs> <あっ S 2> ね例えばそうちゃん <laughs> そうちゃん <laughs> <あっ S 1> いつも愉快な進行ありがとう <laughs> あ癒されるっていう。 ソーちゃんのおかげで地底人ラジオのネット曲はどんどん増えてる。生臭い話になってきたな急に。この地底人ラジオレーベルから発売になるヘミシンク。ぜひお手に取ってみてはいかがでしょう。だの宣伝いやこれだからほらほじゃなくて 地底人レーベルから出すんだったらこれはうるさいこと言われないだろうっていやだってこれグッズですからああ前言ってたじゃないですかみんなを励ます前向きな言葉「いつもありがとう」もそうだし「頑張ったね」っていうのもそうだしセリフだけだとなんかちょっとほらあまりにも仕事してない感じがするからそこに福山さんが作った音楽が載ってるヘミシンクってなんだろうと思うけどもええ これでもちょっと若干浮遊感ありすぎるから<ー>俺が作るヘミシングもうちょっと違うかもしんない <laughs> 本当ですか、うん、ちょっとギターがポローンでちょっと入ったりしてあもうじゃあもうアコギでいっかなあ<っ>ポローンとこう優しくつま引きながらあ。あ 今日も頑張ったねっていうあボローンああごめいそれギター漫談みたいなさがね違う違う違う今日も頑張ったね<う>ボロロローンって言った後に実に面白い貧困だなロロイメージが <laughs> イメージが貧困だなそうですかそうか違う違うあのねいや俺俺には見えた見えましたか <うん S 1> 例えばよくあるのはクラウドファンディングなんかでもあるのはこう十万円払ってくれた方は名前で呼ぶとかねこれああ 一言ポって言ったら、それはただもあと貼り付けても。クラファンね。ね、もう佐藤ちゃんがやるだけですから、こうやって。うん、いや、もっとその、えー、うん、なんか、なんか、考えますよ。その、やっぱり。<laughs> あの、地底人ラジオとしての。マーチャンダイズ、M. D. というものを。<laughs> そうですよね。応援 C. D. と言いますかね。<ー>それを聞くと。何か、こう、励まされるみたいな。だって、これだけ、やっぱり、妖精パーソナリティにね、あの。 なんか優しくなんか癒されたいみたいな応援されたいみたい、なこれだけあるわけ。いや、だから、ね、だから、みんな。癒されたいの疲れてんのよ。お休みの時間だよ。あきひさ。今日も。すごく頑張ったね。なるほまあ、でも、その、さっきも言ってたみたいにね、その。やっぱ、今、妖精パーソナリティと。兄貴パーソナリティ、そうさん。が 人気なので昔ねあのー、あれはナックスさんのグッズなのかな大泉洋さんのグッズなのかな、はい、目覚まし時計が出ててああ<ー>元年みたいなあ文久8年みたいななんだっけなほんとだあそうか水曜どうでしょうの目覚まし時計あ,のかあ水道だ水道あんのか分3年 <laughs> かえ六年。っていうその。なんかこう。弥太郎さんをようちゃんが真似してたやつじゃなかったかな。だから声の。リラックスっていうかね。あのしていただけるような。あの地底人ラジオ。M. D. 展開というものを。こう、ヘミシンクではない形で。何かできるかもしれないよね、D. S. P. ね。 これはね。まね今までの福山さんの、うん、オフィシャルグッズにもなかったようなないですないですもでも地底人ラジオだったらできるだからこそできるみたいな,あいいな深く眠れるように一 <laughs>、うん、日の終わりにこれをまあ使っていただくという <laughs>、ええ、こういう睡眠導入 CD があると嬉しいですみたいなのを募集してみましょうか、うん、商品こういう商品展開希望みたいな 日本は不眠大国と言われてますからねいやもう雑誌なんかもそういうほら安眠とか夏なんてね見づらいんでそうだよねもう抱き枕行きましょうよ抱き枕 <laughs> そういうことなのかな、えー、抱き枕もで、まあ、抱き枕でもいいし、えー、あとちょっとその皆さんの生活にね密着できるようなあの地底人 MD をうん,うん。うん 知人だからこそ作れるみたいなものがある皆さんがこれだったら欲しいかなっていうものを教えていただきたい,いう、ね、そうですね、はい、ぜひ綿棒とかね綿棒ね棒昔綿<性>棒出したことあるんですよヒューマンの時にはいはい地底人ラジオ綿棒とか <laughs> ああいいですねあとエコロジカルなところで言うと地底人ラジオ紙ストローとかねああ今ね、うん、うちもありますよあとはまあなんだ地底人ラジオひんやりシートみたいな 地底人ラジオ予探訪とかね。あ、これ無やっぱり、なんかあの、そういうふうに、こう、日常の生活で使うものに広げていくと、もう、無限にありますね。地底人ラジオスリッパね。無限だ, <laughs> 無限だよね。無限ですね、これ、何でもある。うん、でも、なんか、まあ、テーマとしてはさ、やっぱ、こう、最近の、こう、地底人ラジオの。 高校としては結構癒されたいとか褒められたいとかまあ焚きつけられたいもまああったりとかするのでなんかそこからこうちゃんと皆様の生活をお守りできるようまあ皆様の日々をお守りできるような何かが展開できるといいですよね。はい、まあちょっとヘミシンクからいろいろ発展していきましたけれど三上編集長ありがとうございました。 はいお送りしたのはですねお休みという意味ですねグッドナイトこれは「ジョ」のバージョンですね最新バージョンでございますね、うん、そうねこの眠りにまつわる何かっていうのができるといいですよね、うん、僕ねアイマスク昔自分のホテルで福山の時に作ったアイマスクが気に入っていて<ー>もう結構ポロポロなんだけど今も使ってるんですよねそれいいじゃないですかねアイマスク私アイマスク買いたいんですけど、うん、何買っていいかよくわかんないなみたいないやもう僕が作ったのが一番いいですよ素材がいい そう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 柔らかいんですよそれもぜひ、うん、ちょっとこう眠りにまつわるといいかもしれないね、うんうん、お送りしたのは福山さるでグッドナイトでした、えー、ではお知らせです福山さるサーティスアニバーサリーアルマブライブアキラブルーレイ &DVD の同時視聴会ですけれどもやはり、あのー、まだちょっとこう雨の被害があって参加できない方もいらっしゃるので えー、8月22日だったんですが8月29日に今一度延期させてください8月29日の21時からという、えー、スケジュールにさせてくださいよろしくお願いしますウェアブロスツアー2021、2022開催決定でございます、えー、絶賛ですね現在ブロス選考受付中です福山雅治ファンクラブ福山雅治友の会ブロスチケットの選考受付中です8月25日まで その後はですね F モバ選考もございます9月の9日から9月の15日まででございます映画太陽の子彼方でが主題歌となっております絶賛公開中です名作でございます僕は大好きな映画です戦争そのものを描いているという側面もありますが戦争の時代にたまたま生きた3人の男女の青春の物語とも 取れますぜひご覧になってください長崎クソノプロジェクトミーティング2021動画公開中です、えー、長崎の被爆樹木の保全保護活動を目的とした長崎クソノプロジェクトでございますけれど、えー、こちらですね長崎在住の4人の方とトークセッションさせていただいております被爆樹木について戦争について 平和活動について、そして平和そのもの、そして命そのものについてトークセッションをさせていただいております。ぜひご覧になってください。詳しくは長崎くすぬプロジェクト特設サイトをご覧ください。キューピーハーフ新 CM 野菜、卵、キューピーハーフで作るまるで片手で食べるサラダのようなキッシュトースト。キューピーハーフ、キッシュトーストブロッコリー編、キッシュトーストマッシュルーム編。8月20日金曜から全国で放送開始。 でございます楽曲は前回に引き続き「幸せのサラダ」を起用していただいております新 CM 放送開始に合わせてキ p ーピーハーフの特設サイトでは60秒バージョンの CM を公開中季節の野菜をたっぷり使ったキッシュトーストのオリジナルレシピも紹介しておりますそちらもぜひご覧ください放送スケジュールは8月20日から全国で放映中ですダンロップテレビ CM「理想のタイヤかもしれない編」ほかオンエア中朝日スーパードライテレビ CM「ビールのうまさ編」 絶賛オンエア中です、うん、はい、えー、じゃあ最後に今日はラストはこれいきましょうか<え>ねちょっと尺が短いかもしれませんけれども「はい、兄貴パーソナリティソウクさんにたきつけられたい」最後の最後にねちょっとすいませんね<ー>福岡県のですね「まみすけちゃん50歳女子からです」聞いてる放送局は「RKB 毎日放送」でお聴きのあなたまみすけさんこんばんは。 炊きつけコーナーにドハマりして毎週家事を取れ最高です,ですか私はコロナ禍に入り5キロも体重増ライブがあった頃は毎日体重計に乗ってライブに焦点を合わせて減らしてきましたが <laughs> すごいボクサーみたいな人なんかねこれ、まあ、ボクサーだし UFC の選手だしね,ね,ね、えー、今はライブもまだ先で楽しみは地底人と食だけですもう一度ダイエットの神を下ろしたく曽口さんどうぞ炊きつけお願いします、えー 台本もお送りします私が福山さん。で、総口さんは総口さん。じゃあ行きますね。まみすけさんからの台本です。兄貴パーソナリティー総口さんにたきつけられたいな、はあ。はあ。今日も疲れた。腰も足も。立ち仕事でいたかああいたかああ, <laughs> ああ。今日も。今日のご褒美はああ。 鹿児島名物、うん、白熊アイスイ <laughs> かしいこれがうまかったよね、うん、<laughs> これがあ,あ最近の楽しみはあ,あ地知人を聞くことそして甘いものを食べるくらいしかないけね <laughs> マミスケさんじゃなくなっちゃったなキャラそれにしても学長もそうぐつさんもえらかあ<れ>健康な食事に筋トレされてえらか、うん なのに私と来たら全然やんでも今日だけはさでも今日だけは良かよねいやそれかも、ね。美味しそうな白クマアイスいや,い,やいやこれ楽しみに待っとったじゃあ白クマアイスをいただきますちょっと待たー待てまだかいほらえまさか

ぶちこえて私豚骨ラーメン出汁出ますけんてせからしかわしを見らんねえ改善してスリムかつ健康になっとろうがは,は,はい本当は私も健康でいたかとですライブにもスリムな私でいきたいとですそやろライブのスケジュールでとっけんしっとっかお前はい福岡は12月1二<に>福岡マリンメッセ A 館です 12月1日にも時間いよ時間中よどうすっとやライブにスリムな私で行きたかですそしたらその手に持っとる食べ物はなんねは<っ>食べたい気持ちはしょうがなかだからたまにならよかよあは,はいだからって今食うなや <laughs>

今日思ってこの今この瞬間から自分で自分の体重を減らすように家事とってもいいですか言うまでもなかろうがお前自分が取らな誰が取るまみすけお前が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 お前の自分の体重の家事を家事を家事を取れよソロー なマミミスケ、何なのこれはとにかく、あのー、5キロは増えすぎです。い<や>ね、でもこれ、多分同じように思ってる福山さんファンの方、うん、あう俺が街に来るけんみたいないや、その日までになんとかっていう。毎年年末の感謝祭に向けてこう減らしていたって、そ,のそこに試合をね、来人の大みそかに合わせてたみたいな感じでね。<laughs> えー、ベガス大会ラスベガス大会に合わせてたみたいなそういう感じだったと思うんですけど今回、だからライブに合わせて、ねえー、全員が同じ年末に合わせる必要はないですからその来るあの日時のそこに合わせて計量をパスしていただければただやっぱり来年だからって油断したらいけませんからまだうち来るのも来年3月だからとかその違うから。 これじゃあまみすけさんのためにあれする、ええ、あの福岡の会場は体重計と契約体重を乗せといてまみすけさんその日チケット持ってきたんだけど、ええ、その体重計乗って計量パスしなかったら入れない,いもしか一回戻ってサウナかなんか入ってもっかい戻ってくるもう一回戻ってくる,てくるてね <laughs> <laughs> 厳しいね水抜きして戻ってくるってじゃあそうならないようにね自分で調整してくださいね <laughs> えー、地底人ラジオは引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。地底人ラジオを検索してメッセージをクリック投稿ホームに行けますのでそこから送ってくださいね。安らかな眠りを、ねね、お誘いできましたか、うん、今日の地底人ラジオは、はい、そして医療従事者のあなたエッセンシャルワーカーのあなたも本当にありがとうございます。<laughs> ではでは今夜はこのあたりでここまでのお相手は福山雅治で「R」でした。ままた来週までババイバイク